メジャー2球団で通訳経験がある小島克則氏が MBS4 ちゃん TV に出演。大谷選手の新たな通訳となったウィル・アイアトン氏の通訳ぶりについて、水原一平元通訳と比較しながらコメントした。通訳には比較的ダイレクトに言葉を選びながら通訳する直訳タイプと、行間を含んでニュアンスを中心にする通訳する意訳タイプと2通りあると説明。アイアトン氏について本当に素晴らしい能力で言葉選びも本当に素敵で、直訳タイプと称賛。一方、水原氏は意訳タイプとしどちらが悪いということではないと話した。比べなくてもええやん。比較しなくてもよい。いちいち通訳がどうとかもういいだろ。通訳を無駄に持ち上げた結果がこれやぞ。意訳も大事やけどな。水原のこともあったしもう通訳にスポット当てるのはやめへんか。通訳の優劣の比較をする必要はないんちゃうか。 NPB の助っ人の翻訳もそんなに気にならないしそこは重要ではないと思う。そりゃ大谷の言葉のニュアンスを読み取って翻訳された方がいいけど仕方ないやん。通訳者によって大谷のキャラが変わったように見えるやろうな。本当にこんなことをしていなければ最高の通訳だったと思う。自分の言いたいことのニュアンスを掴んでうまく訳してくれるのが一平。ドキュメンタリー映画で大谷は言っていたけどな。初めて大谷の通訳をしたわけやし、それは別にいいんちゃうか。通訳だって大谷に合わせる時間は必要やろ。通訳を比べる意味あるか？重要なのは言いたいことをしっかり伝えられるかってことやろ。直訳も意訳もメリットデメリットがあるやろ。どっちがいいかってことよりちゃんと大谷が言いたいことが伝わってればいいやろ。え？事件になってから通訳についてもケチつけられるん？今回のことが発覚したからって今まで通訳した内容まで引き出すのはどうかと思う。今まで一平の通訳を褒めちぎってたのに、事件が発覚してから通訳を否定するってどうなんや。ひどいことをしたとは思うけど、今までしてきた仕事までいろいろ言わんでもいいやん。これについてはちょっとわからんし何とも言えへんわ。